してもらって無理やり入れてから潰れてきました。この中にいる、来ました車の。なんか前助手席のところ置いてたら助手席危ないよって教えてもらったので後ろに置いたんですけど、後部座席だけどなんか泣いてるからなんか心配、大丈夫かな。今日は2月29日、うん、土曜日です。グリーン日です。え、何の日？いつもなんとかの日って教えてくれるんですよカーナビさんが。今何の日って言ったの？ウルの日って言ったのかな。とりあえず行ってきまーす。ございます。小樽運河のドーナツよろしくお願いします。あ、いっぱいある。すごい、何しようかなと思って注文したいんだけど、丸亀さんの紹介、ね、いろんなお客さんがこうやって撮ってって、うん、いろんなことを書いて乗っけてくれてるんで、ね、そうなんですね、大丈夫ですよ、なんかクリーム系って、なんだろう、持ちます？いや、日持ちはね、うちとにかく生地が美味しいことだけなので日持ちはしないものなので、もう明日中の消費期限になります。ただ生地を守るために冷蔵庫にも入れれないので、冷蔵庫も入れることできないので、本当にもう今日買って涼しいところに置いて明日食べるって感じですね。明日中に食べきるって感じ。じゃあ大丈夫、はい、どうしよう、何がおすすめですか？よく売れてるのはトカチ小豆あんとレアチーズ。トカチ小豆あんとレアチーズ、あとプレーン。これプレーン、これうちでしか食べれない生地なので、どこに行ってもうちの生地はないので、このプレーンが美味しいです、はい、じゃあそれ一個ずつ、はい、美味しそう沖縄に来たみたいなんですけども、沖縄に来ることもそんなにないみたいですね。これどこから来たんです？北海道小樽です。もちろん小樽が本社ですから。小樽、が本社です。で、車も紛れもなく札幌ナンバーなんで。もう3月いっぱいで帰ります。どうしよう。キャラメルクリームと、カスタードって言いましたっけ？カスタードまだ入ってないです。カスタード、はい、コーンフレーク、はい、あ、今度食べきれるかな。そっか、娘にも買ってきたいから、6個ですね。レアチーズと、レアチーズ入ってまで大丈夫です。 あともう1個、もう1個、はい、と、はい、レアチーズ1つ追加、ミルクチョコ、はい、この2つは娘に、今全部で何個？1、2、3、4、5、6、7、今8個です。あ、違う違う、以上です。以上で、はい、はい、金秀に来てます。沖縄の金秀、西の町店です。暑い、うん、何だろう、30度近くありそうな気がするんだけど、とっても暑いんだけど、この暑さなんで、はい、チョコレート食べるときはちょっと冷蔵庫に3分ぐらい入れて、はい、から食べてください。したら普通に戻りますから、はい、今ちょっとやわめになってるので。わかりました。お支払いするのでカメラ止めます。はい、ということで買ってきました。今からちょっと動物病院行こうとしているところだったんですけど、その道中に金秀があったので
丸亀さんのお友達、 YouTube でお友達になった丸亀さん、 Twitter もされてるんですけど、お友達がドーナツ屋さんやってるということで、12個かな、美味しそう、買ってきました。なんか特別な生地らしいですね、これ。お家帰ったら食レポしまーす。なんかいろんなの買った。で、猫た後ろでちょっと毛はみ出して怒ってるので、早く動物病院行ってきまーす。にゃん、麻酔さオープン。あ、出て逃げた、ベッドの下に隠れた。あれ、なんかカーテンの後ろだ今度何やっとる、何カーテンの後ろに隠してる、うん、どうした、うんうん、マンマンって言ってる。